大家好，我是岩井俊二。大家好，我是金英，我是真子。我们是ヘクトパスカル。そうですね。ヘクトパスカルっていうのは。北川恵理子っていう脚本家の友人なんですけどが考えてくれた名前で、たまたまパスカルっていうのが僕の書いた「リー・シューのすべて」という小説の方に出てくる登場人物で、実は僕自身だっていう設定があって、でそのヘクトパスカルのパスカルって、あ、これ多分自分だなっていうのがあって、そしたらじゃあヘクトパスカルにするとパスカルが自分だから、じゃあこっちのヘクはじゃあ2人だなっていうのは、まあそんな感じの名前のついた由来なんですけど、まあ、じゃあ岩井さんがパスカルで、あとの2人がヘック、そうですね、そういうことになってます、はい、なんかユニット名にも3人がそれの方が入ってて素晴らしいですね。そうですね、3人とも詩を書いたり曲を書いたりするんですけど、まあこれそれぞれ言った方がいい、舞台パフォーマンスでは私がボーカルで、まこちゃんピアノ弾いてるんですけど、音楽を作る時は私作詞作曲もするし、まこちゃんも作詞作曲をする。あとはでもあれか、編曲、アレンジ、編曲は、まあ、全部まこちゃんで、でも最終的なジャッジじゃないけど、いいねとかは全部岩井さんに最後お願いし、仕上げみたいな作って仕上げみたいな感じですね。
れは実は最初あのドラマのための曲じゃなくて、同じあの謎の転校生の監督長澤まさ彦って監督なんですけど、彼がなんか CM をやった時に、なんかその音楽を岩井さんやってくれないかっていうんで、それがなんか結婚せずに結婚式を挙げずに夫婦になった、カップルがもう50過ぎ60ぐらいで、その、まあ、結婚式挙げてないので挙げてみようというような感じの内容だったんですね。で、まあ、そのための曲最初本当にただのこう何だろう、インストルメンタルで人が歌う曲を想定していなかったんですけど、なんか映像を見てたらどうもそのなんか浮かんでしまって、で詩が浮かんできたんでそれを書き留めて、なので実は長年連れ添った夫婦の内容なんですよ、詩の内容。そのつもりで書いたんですけど、まあ非常にこう抽象的に書いたのもあったんで、意外とまあそこの枠にとらわれず、まあ、どういうふうにでも解釈できる歌になっていて、でちょうどその後謎の転校生半年後ぐらいですかね、ドラマになった時に長澤監督と曲使いたいよねっていうんで、まあドラマに持ち込んできたわけですけど、まああれが結局それを作曲して、で、桑原さんにアレンジしてもらって、で琴音ちゃんにスタジオでこうレコーディングしたのが僕ら最初の活動ってことになったっていう。最初にレコーディングした曲なんですね。そうですね。曲書いてからレコーディングまですごいふわっと進みましたよね。なんかふわっと進んで気づいたらできてたって。素晴らしいですね。なんかドラマの雰囲気にもぴったりの曲になっているんですね。漫画今もう今ハマりに僕今ハマってるのは、まあ、ずっとハマってるんですけどハンターハンター、長い間あれはフォロワーです。私にとってもバイブルですね。本当に子供の頃から大好きで、はい、年々クオリティが何だろうな、今が一番面白いんじゃないですかね。そうですね、ちょっと非常に濃密なことになっていて、まあ、今までも面白かったんですけどね、今が一番で、多分同い年ぐらいのこう漫画家さんなんですよね、富樫さんという人が、うん、なんかこう年を重ねてなおこう進化し続けてるっていう漫画家さんで、最近なんか腰を悪くされてなんか寝ながら描いてるっていう噂があって、また、止まっちゃってるんですね。とうとうまた止まったんですけどね、心配ですけど、無理せずに少しずつ全員で書いてほしいなと思いますお二方はいかがですか。どうですか、漫画、漫画アニメだとごめんなさい、すごいドラえもんが大好きで、私ドラえもん中国でもね人気です。あ、人気ですか。あ、全巻持ってて映画も全部見てるぐらい好きなんです。あ、そこまでドラえもんの存在がもう神みたいな心の支えになっているみたいな感じ、うん、ですね。椎名さんの方なんだろう、でもやっぱ小さい頃から見るのはジブリがやっぱり、うん、影響されたし、なんかジブリごっことかよくやってそうですね、やっぱり元々が漫画家を目指してたこともあって、あ、はい、美術学科出身、そうですね、はい、実際に少年マガジンって雑誌で佳作に、月齢賞で佳作に入ってちょっと金一封いただいたもん、衝撃の事実そこからちょっと本気でこう目指そうとしたんですけど、やっぱり映像の方がいいなってその頃は思って、結局ならなかったんですけどね、まあ、そんなこともあって、
絵を描くのがすごい好きだったんですけど、でその絵をやっぱ動かしてみたいっていう欲求はずっとあって、どっかでこうアニメやりたいなっていうのがそれずっとあったですね、実際やったら本当ますますやりたくなったっていう感じで、あれはあれでまた実写のこうライブアクション役者さんとこうやるセッションとまたちょっと違って、なんか面白いですねあれはね。大変ですけどね、大変は大変です。寝れなくなったりもうちょっとした地獄を見ますけど、ね。アニメではですね、なんかロトスコープという技術を、はい、使ったのはロトスコープについてですね、やっぱり賛否両論なんですかね。すごく人の動きの美しさを表現できるの反面にはですね、ちょっと生々しすぎるっていうなんか否定的な意見もあるそうなんですけれども、監督はやっぱりこれを3作連続で使ったのはどのようなお考えからでしょうか。そうですね、一つは、まあ、僕自身がロトスコープがすごい好きだっていうのがまずあると思うんですけど、ただまあなんだろう、まあ、当然そのままやるとすごい生々しくなる技法で、本当に最初にトライしたのがワールドカップの試合をトレースしたことがあって、それも本当にもう選手の顔そのまま出てくるんですよね。まあ、さすがにそうすると本当にもう写実的すぎるんで、なんですけど、今度逆にこっからどう加工するのかっていう、どう漫画っぽくしていくのかっていうふうに考えていくと、非常にこう可能性が広がってくるっていうでいうところが非常に魅力的で、一緒にやった久野陽子さんっていうアニメーターがいるんですけど、彼女この間自分で作った最新のなんか短いのを送ってきて、それはロトスコープなんですけど、途中でなんか子供2人が途中でモンスターに変わったりいろいろ変わっていくロトスコープで、まさにそのロトスコープって技術の新しい可能性を本人も模索してましたけど、これ本当になんだろうアニメーション一次元やっぱ進化させる起爆力があるんじゃないのかなっていう。で僕が花たち殺人事件やった時に結構こう今までのアニメ界からこうバッシングされるんじゃないかなっていう、そのロトスコープを使ったということでこうやっぱすごい賛否出るんじゃないかと思ったけど、意外と好意的だったですね。そのやっぱりどっか今までのやり方にやや閉塞感もあるのか、意外と新鮮だっていう気がすごくて、まあ、そういう意味でまたちょっとこう注目されるんじゃないですかね、きっと技術としても。そうですね、まあ、2人とも本当の大人になってたわけですけど、もう一緒にお酒飲むような時もあるぐらいのね、大人に立派になったわけですけど、不思議とアフレコでスタジオで会った時には、まあ、彼女たちだけじゃなくて他の登場人物の人たちもできる限り当時の人たちを役者さんたちを呼んでやったんですけど、なんか10年前っていうのを忘れるぐらいなんか続きを取ってるような感じで、ちょっとこうインターバルがあって、ちょっとしたこう数日間のお休みがあって続けてるような不思議な感覚で、なんだろうこれっていう、なんだろうねってお互いに言いながら、なんか時間が戻っちゃうよねって感じで、非常に
懐かしくもあるんですけど、あまりにもこう普通にこう撮影が戻ってきたような感じで、ちょっと、本当不思議な感じでしたね。そうですね、謎の転校生の雨だれっていうのはもう物語に出てくるので非常に強いこうなんだろう、BGM というよりはもうちょっと意味があるものだったし、リリッシュのドビッシュもそうなんですけど、話にこう関わってくるっていう。でリップ・ワン・ウィンクルの時も歌の翼にもそうですけど、他にも出てくる G 戦場のアリアとか、非常に有名な曲ですけど、ああいうのがそのなんだろう、結婚式の披露宴とかああいうところでよく流れてる、言うとちょっと、クリシェっていうか、よくあるよく本当に耳にする曲っていう曲じゃないと、あんまり意味がなかったっていうのもあって、そんな風にそういうか、物語との関わりの中で、選んだりはしているわけですけど、ただやっぱりそういうクラシックをなんか自分の方にこう手繰り寄せて物語にしていくこう影響で、多分例えば「花とアリス」なんかは非常にクラシック調なんですけど、オリジナルで作ったりとか、なんかそういうふうにこう、なんかそこはすごい一気してるんじゃないかなっていう感じは、それはヘクト・パスカルもすごいもうそういう世界観がこう重なってきて、なのでこうライブで見るとなんかそこがこう割と自由に行き来しているというか、でもなんか別々な世界観じゃなくて、一つの同じこうまとまりの中につながって感じられるので、そこらも非常に面白いところだなっていう気はしますけど。そうですね、どうですか皆さん はい、どうですか、お互いのこと。お互いのこと、やっぱり良き友、良きライバルみたいな感じですか。私は一番、一番良き友、良きライバル、一番頼りたいけど、一番なんだろう、ライバルだと思っちゃうか、こうすごいこう両極端です、なんか、そうですね、で行ったり来たりしますねいつも、うん、でもすごい頼りにもしてるし、でもなんか私も負けないように頑張りたいとも思うし、本当両極端で、すけど2年目で割と前よりかはいろんなことが話せるようになってきたと思ってますけど、どうですか皆さんは歌を歌うのに、なんだろうな、こうまだ不器用な部分があるので、それをこう2人がすごくいいアドバイスをもらって、なんか違うアドバイスなんですよ、どっちも。なんか私の欠けてる部分を2人が埋めてくれて、やっと歌えるみたいな、なんかそういう感じがしますね。なんか2人の仕事が椎名さんの歌声で集大成みたいな感じですね、はい。僕にとってはあれですね、普段やっぱり映画作ったり、いろんな小説書いたり、アニメ作ったりっていう、やり始めると大変な仕事なんですね、それ自体が。っていうのがあって、忙しくしてたりするんですけど、みんなもそれぞれの仕事もあったりして、忙しくやってる中で、こうたまに会って、少しずつなんですけど、レコーディングして、曲を作ってレコーディングしてみたいな感じで、少しずつこう曲が溜まってくるっていう。なんかこう、フルでこう活動してるなんかユニットと違って、なんかこう
時々あってこう少しずつこう育ててるっていう、まあ、その時間が本当にこう僕にとってはオアシスのような至福な時間で、あの自分の人生におけるこうオアシスっていう感じでこう長くこう続けていきたいなっていう感じをすごくしてますけどね。はい、やっぱりお互いやっぱりあの良い刺激を与え合うというんですね、うんうん。あのここであのちょっと歌っていただけないでしょうか。アカペラで。あ、そうですね、アカペラで。ギターで伴奏つけるタイプ。伴奏できる。お願いしてもいいですか。ギター。ギターで。ねえ、はい、ありがとうございます。With a bronchial rain, I dream of you. Oh! Nice! 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 Let me hear the sound of your heartbeat on my toes. Let me touch my ear on your chest. It rains cats and dogs. I'm a little sulky mouse here wet with a blanket of rain. I dream of you. I don't like this time we have, 'cause I'm here afraid of when we lose it. Angels, please don't leave me here. Just watch me dance one past the water whenever we meet. It rains cats and dogs. I'm a little sulky mouse. I'm wet with a blanket of rain, and I dream of you.